ゆまるでーす。ゆまるちゃんでやってるね、インスタのストーリーの質問コーナーが、もち質問で溢れ返ってるので、今回はね、動画でちょっとだけ答えていきたいと思います。じゃん。職場の店長が、俺の言うこと絶対だから、言うこと聞けって人なんですけど、どうしたらいいですか？職場の店長か。それはですね、もう冷静に店長の言うことは絶対って気持ちで従って、家帰って、デスノートぶちかまずしかねえ。うん。作りなデスノート、アゲになれっから。店長の言うことは、絶対次の質問。テーブルで飲んでるペットボトルの蓋の穴って何で開けてますか？シャネルのハサミー。マジシャネルのハサミでね、味開けると味変わっから。秒でアルプス。マジハイジ。ルイマルさんを心に飼いたいのですが、どうやったら飼いますか？それはですね、ルイマルちゃんのチェキをゲットって虫かごにでも入れときな。餌代半端ないよ。次の質問行ってみよう。浮気相手になってしまいました。別れた方がいいの分かってるのに、相手も離れてくれません。着去からのブロックして削除。一丁上がり。次の質問。他人に裸を見せるのは平気ですか？平気です。むしろ見せたいタイプ、見せてもらいたいタイプではないけれども、見てほしいタイプです。露出狂ではありません。もしかして、高校は高川ですか？やだー。よくわかったね。正解。高川です。卒アル探さないでください。お願いします。マジで探さんでね。ででん。次の質問です。最高にアゲになれる瞬間は、クレカを満額まで切った時、今日やっちゃいました。マジでアゲになりました。ありがとうございました。今日は何食べましたか？ドゥドゥン。今日ね、クレカを切りすぎたからね。絶対お家に帰って、もやしを食べようと思ったんですけれども、なんとウーバーイーツでサムギョプサルを頼んじゃいました。バイバーイ。命の危険を感じたことはありますか？あります。こないだね、コンビニで買ったサラダチキンをね、ぶん回しながら帰ってたのね。そしたら袋ごとぶっ飛んでいって、なんとそれがヤンフィーの車に直撃してしまいました。でね、ヤンフィー出てきてね、ブチ切れながらね、周りをね、コロコロキョロキョロしてんの。どこから飛んできたんだって感じでね。でね、ルイマルちゃんはね、もうそのヤンフィーのブチ切れ具合を秒で察して、ヤンフィーが落ち着きを取り戻してから拾おうと思って、そしてね、ヤンフィーが落ち着いてからどっか行ったのを確認して拾いに行きました。サラダチキンお帰りなさい。その時はマジ命の危険を感じました。デデン。元気がない時は何をしますか？シリとお話。デデン。ルイマルちゃんは飛べますか？飛べるわけねえだろう。がぜん四足歩行だ。あ、四足じゃない、二足歩行です。おい、可愛くなりたいって友達が言ってます。どうしたら可愛くなれますか？メイクで漏れに漏れ散らかす。ピカソになった気分でデッサンしちゃいな。あげでん。前より小顔になった気がするんですけど、何かしたんですか？小顔になってますか？見えます？みんな大丈夫かな？糖質カット頑張って、筋トレ頑張って、仕上げに湘南美容外科へ募集しちゃいました。でん。流れ星に何をお願いしますか？流れ星？ちょっとイメージしてみるね。ぴょーん。でん、宇宙人とライン公開したい。マジグローバル。よ、ルイマルでーす。歩きスマホはね、絶対やめた方がいいよ。マジで危険。でもよくやっちゃうんだよね。スマホ触って歩いてると、無意識のままね、知らん人についてっちゃうの。今日さ、ルイマルちゃんの目の前にカップルがいて、あ、ごめん、発音よくて。目の前にカップルがいて、そのカップルが急に道を曲がったの。ルイマルちゃんスマホ触ってるでしょ？もう自然と釣られて、一緒に曲がっちゃったの。たどり着いた場所は、なんと、くら寿司店員さんに、3名様ですね。いらっしゃいませ。言われて、もうバリキまずかったです。え？違います。2匹です。サチアレって言って逃げたけど、歩きスマホは危険です。おいーにゃっ、ルイマルでーす。ルイマルちゃん、なんと、じゃーん、ずっと欲しかった、ハンディクリーナーを買いました。イェーイ、サチサチサチアゲーン。これね、買うときにね、電気屋さんに行ったの。ね、電気屋さんに行ったらさ、よくさ、書いてあるじゃん。他店よりも1円でも高かったら言ってくださいねって。うちが一番安いですよ。どこよりも負けてあげますよって。言ってあるじゃんか。だからさ、ルイマルちゃんそれを見つけたときに、もう秒でアマゾンで探して、値段を調べたのね。そしたら、なんて、アマゾンの方が安かったの。だからね、店員さんを呼んで言ったの。店員さん、この掃除機、アマゾンの方が安いですよ。同じ金額になりませんかって。そしたらなんと店員さんが言ってくれました。なりません。ならないんですか？泣いた店員さんにね、言われたの。アマゾンで買ってくださいって。なので、普通にアマゾンで買いました。安く買えた。あげ。あざす。
ルイマルね、いつも朝寝て昼に起きて12時過ぎくらいからお仕事してんのね。この前神社に初詣に行くからってその日に限って8時集合とかいう昼夜逆転には鬼畜コースだったわけさ。オールぶっかまして行ったんやけど、とりま余裕で初詣は乗り越えました。その後美容院入れてたの。そしたらなんとシャンプー開始して秒で爆睡しちゃいました。んで夢の中で道路の縁石の上を歩いてたの。平均台みたいにこれプラ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 んで足滑らして落っこちて目覚めたんやけど、その瞬間に飛び起きてびしょ濡れになった。再現するね。おばあ、泣いた。実は数年前某不動産会社にお勤めしてて、賃貸マンションに人をぶち込むっていう仕事してたんだけど、その時に動画配信サービスを契約したのね。そしたら海外ドラマにハマってしまって見事に配信になりました。イエーイ。ドラマの続き見たい欲半端なくて会社辞めた。クソすぎてモーリーファンタジー。辞める時に電話かかってきて、上司がバカ切れてんの。最後の給料は手渡しで取りに来いとか言われて、もう、ゴアタニアンの麻婆春雨状態。取りま給料欲しいから、職場行って、すみません、仕事休みすぎてお金ないんで、引っ越そうと思って、シャワリで安くなりますって言っちゃって、さらにバカ切れられた。これから一人暮らしをするみんな、動画配信サービスはマジ配信になる可能性秘めてっから気をつけてね。じゃん、質問です。最近バカ太ってやばいと思うんですが、食欲が抑えられません。何かいい対処法はありますか？もやしを食っとけ。ドゥーン。美容院行ったら意味わからんくらい前髪を切られてしまったんですが、どうしたらいいですか？かわいとー、前髪かわいとー。とりまインスタのアカウントの名前変えよう。ルマちゃん考えてあげるね。いいのがあった。前髪ラベチ、ハッシュタグ、今お嫁に行けません。ルイマルさんが嫌いなタイプの人ってどんな人ですか？インスタのストーリーにミジンコみたいなバカ小さい文字でなんか書く人、こっちのスマホの画面が汚れてんのかなと思って、これめっちゃ擦っちゃうからね。本当にあれはやだ。あ、それと韓国とか旅行行って帰ってくんじゃん。んで LINE とか SNS の名前が突然ハングルに変わる人、マジ読めねえから、おめえは誰だよってなっから、一回言ったくらいで染まってんじゃねえよ。日本語でよろしく。お腹めっちゃ痛い、どうしよう。質問してる場合じゃなくね。奈良屋でセイロガンぶち決めな。それとおかゆ食いな。お大事に。最近のマジサチな出来事は、服屋さんで店内うろちょろしてたのね。そしたら急にこれの L ありますって聞かれたんよ。あ、こっちにありますよ。でもお兄さん黒よりこっちの薄ピンクとかの方が似合うかな。あ、ヒョウガルとか持ってます？え、持ってないの？ダッサー、みんな持ってますよ。なんなら両方買っちゃえねえよ。あ、ちょっと待ってね。いらっしゃいませ、こんにちはーってやってたら、両方売れた。店員さんと間違えられたの。あげーん。なんでそんなにスーパーポジティブなんですか？これはですね、神様が地球にルイマルちゃんを出荷するときに、ワンちゃん検品ミスった。若干脳みそが分けあり品なの。これからペット飼うなら何飼いますか？恐竜か子猫。ルイマルちゃんの酒癖知りたいです。最後に飲んだの多分5億年前くらいなんだけど、お酒飲むと脳みそが溶けちゃうの。キラキラのスパンコールがね、ついた服持ってるんやけどね、そのスパンコールを取ってダイヤモンドあげるって言っていろんな人に配っちゃった。帰ったら全部なかったの。冷静に泣いた。推しにかっこいいとか言いたいのですが、恥ずかしくて言えません。どうすればいいですか？わかる。マジでこれは共鳴。これはね、人類長年の課題だね。今日解決しよう。じゃあ一回顔隠して開いたら覚悟決めて言う。オッケー、やってみるね。ドキドキするね。大寿司。ルイマルさんは欲しいものができたら絶対手に入れたいタイプですか？秒で手に入れたいタイプでーす。限定品とか超弱い。てか冷静に、家賃と推しとの通称どっちが大事？せーの、推しとの通称。家賃とかローンとかんなもん放置じゃ。明日が楽しくなるおまじないを教えてください。トットコハムだろうっていうさ、アニメ知ってる？それのエンディングのおまじないがおぬぬめ。今日はとても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね。ハム太郎。高校の時のヤバミエピソード。ペットショップで買ってきたピラニアを学校のプールで放し飼いにしたこと。ピラニアメッカは最高にアゲになるためにはまず何から始めたらいいですか？ヒョウ柄のものをゲトルー。てかルルメちゃん今日ピエン T シャツだし、ピエンの仲間入り、ピエンピエン。お金を使って今しかできないことをする、 or 将来のために貯金する、どっちが正解ですか？え、今しかできないことをするに決まってんだろ。将来のために貯め込むのは
知識だけで上等。いつ死んでも、あげぽよーんって言えるように、やりたいことは今やろう。日中眠くなるとき、ルイマルちゃんはどうしますか？昔、コールセンターでバイトしてたときは、トイレに行って、10分アラームかけて寝てました。1時間に1回でしょ？ 8 時間勤務で80分だから、マジ給料泥棒。一人暮らしなのですが、近くに住む人の生活音が気になってイライラします。どうしたらいいですか？家で音楽流せばいいんじゃね？ EDM ぶっかまで秒で上げー。ルイマルちゃんも風邪とかインフルエンザかかることあるんですか？あるよ。でもね、熱が出ても気づかないの。風邪じゃないって言われて、あ、風邪なんだってなる。インフルならないようにドゥーン、マルチビタミン、これをタミフルって思い込んで飲んでるマジプラシーボからの神頼み。成人式の写真見たいです。ルイマルね、成人式行ってないの。気づいたら終わってた。魚屋のバイト行ったし。でもいいもん、40歳になったらダブル成人式するし。ヒョウ柄のオイランを着てぶち上げみー待って、オイランだねえわ、袴だわ。40歳成人男性のオイランは冷静にきつくない？お金以外に信じれるものがありません。ルイマルマルはありますか？ゆきちとじぶん。ルイマル先生、学生時代の恋愛話聞きたいです。今人生最大の恋愛してます。好きって伝えたい。ルイマル超恋愛体質だったから、話したらねすぐに好きになってた。俗に言う DD 激しめの DD。 てか中学生の時にさ、当時付き合ってた子と一緒にうどん食いに行ったよね。その子がうどん熱いって言うから氷入れてあげたの。そしたら振られた。4月から働く予定の会社にすでに行きたくないです。とりあえず行ってから決めよう。まず行こう。だってバカイケメンがおったらどうするん？真っ健勇激似がおるかもよ。ワンチャンことぶき大社からのご祝儀バカ回収、ワクワクするね。報告待ってるね。最高に眠い時はどうしてますか？なもん秒で気絶。朝起きなきゃと思いつつ二度寝してしまうんですが、どうしたら良いでしょうか？目覚まし時計10個くらい買って、ベッドから風呂場まで置くの。朝目覚ましが鳴ったら止めながらシャワーに行けばいいよ。はい、秒で解決。あ、スヌーズ止めるの忘れんようにね。シャワー中にまた鳴り出してマジカオスな状況になっから、控えめに言ってあれは地獄。転職することになりました。ルイマルさんだと職場を探す上で何を第一優先に探しますか？職場に美男美女がいるかどうか。目の保養はマジで大事。上司がさ、汗まみれのタヌキとか超無理なんですけどモチベに関わります、マジで。身長は何ミリですか？最近10ミリ伸びて1590ミリになりました。この年で成長、サチー。写真を撮るとき何のアプリ使ってますか？モルっていうアプリ使ってます。シラフのカメラは小型に。男性としての意見が聞きたいです。好きな子にもらったものはすぐ身につけますか？身につけます。秒で身につけます。なんなら埋め込みます。てか聞いて、この間ね、東京でね、ライブした時にね、ルイマルちゃんの推しが、なんと、ライブに来てくれたんです。そしてその時に、ドゥーン！喉飴もらったの、湧いた宝物。首から下げてネックレスにしようか迷ってる。レイマル君はどうやってお友達を作ってますか？4月から高校生になるので参考にしたいです。まずは自己紹介が肝心。自分がどういう人間なのかしっかりアピールしな。はい、みんな注目、令和のギャルでーす。趣味はタピオカ巡り、部活は美術部に入ろうと思いまーす。ゴッホになりたーい。こんな感じでいけば余裕、ガンガン友達作ろう。学校帰り、みんながすすってた花の蜜、ルイマルちゃんはすすってましたか？ジュースにしてそう。すすってた。なんなら花ごと食ってたまである。メンタル弱い友達を注意する時の良い伝え方はありますか？言葉を選んで接すれば大丈夫。自分の大好きな人だと思って接しな。大事な人に接する時の気持ちと言葉、それを使って相手と話せば余裕だから、ガンガン注意してやりな。あ、どーん。職場の上司が常に股間とお尻を触ってるんですが、どうしたらいいですか？秒で110番。すぐ集中力が切れちゃうんですが、ルイマルさんは何か持続させる方法ありますか？スタバでマック開いてどやりながら己に左散らかす。ちょっと待って。今日なんかテンションがおかしい。自分が怖くなってきた。一旦落ち着こう。鏡見よう。よかった、正常。ルイマルちゃんの一番の悩みは何ですか？たまにはルイマルちゃんの悩み聞いてくれるの？ね、ずっと一緒にいようって固く誓い合ったのに、ユキチがすぐどっか行っちゃうこと。ルイマルちゃん
ちゃんは恋人に浮気されたらどうしますか？殺処分です。お札舐めて渡してくるジジババに一言お願いします。本当にダイヤモンド不愉快。女で仮面ライダーが好きなのはおかしいですか？全然おかしくないよ。ルイマリちゃんもプリキュア好きだし、メンズアイドルも好きだし、今令和だぜ。昭和じゃねえんだから、何を好きになっても大丈夫。ルイマリちゃんの得意な料理は何ですか？パエリアとか言いたいところなんですけれども、ガチで得意なのは豚汁。給食のおばちゃんとタイマン張れっから、マジでレベチ。ルイマルちゃんはいつからアゲな性格なんですか？生まれながらのアゲですか？まあ、わりかし生まれたてからアゲでした。うちね、家族全員アゲミ集団なの。なんなら一番静か、マジ陰キャ。常に眠いんですけど、どうやったら目が覚めますか？ミンミンだ、歯をガブ飲みしな。好きな香り、もしくは苦手な香りはありますか？好きな香りはバニラとかココナッツとかの甘い系の香り。嫌いな匂いはね、濡れた犬の匂いと自分の靴下。春から一人暮らしをします。一人暮らしのコツを教えてください。まあコツとかなんもねえけれども、まあ強いて言うなら片付けは毎日しよう。そしてシャワーじゃなくて湯船に浸かろう。男も女も関係ねえ、ガサツなやつに未来はねえよ。ルイマルさんの字、とても綺麗だなと思ってたんですが、習字習ってましたか？それほどでも。習字習ってました。育ちが良くてごめん、遊ばせん。もし一回だけ魔法が使えるなら、ルイマルくんはどんなことに使いますか？ドラえもん召喚。ルイマルちゃん、いつも超可愛いなって思って見てます。可愛さの秘訣を教えてください。ありがとう。まあ、ガチなことを言うと、ストレスを溜め込まないことかな。それといつだってギャルでいること。ギャルって見た目の話じゃないからね、生き様だよ。ここだよ、ここ。マインド。お肌のお手入れは何してますか？ツヤツヤですごく私の好きな肌質で羨ましいです。まあ、お手入れっていうか、まあ、神の力フィルターをぶっかましてます。それとドーン、みんな大好き SK2 裏じゃん。このさ、 SK2 のさ、美容乳液、よくさ、説明書にさ、真珠一粒大を手に取ってって書いてあるけど、真珠一粒大わかんねえから、それ触ったことねえよ。もっとわかりやすいものあんだろ。タピオカとかパチンコ玉とか、そういう風に書けよう。ナイス SK2 いいけど、かなりいい匂いになりたいとき、ルイマルさんはどうしてますか？風呂に入る。アンドゥー、香水をゴークプッシュ。風邪を早く治す方法を教えて。お医者に行け、それが一番早い。インフル気をつけろよ。今まで経験した中で一番の恐怖体験は何ですか？帽子屋さんでね、帽子を試着しているおじさんがいたのね。そのおじさんが帽子を脱ぐときに一緒にカツラが脱げるのを見ちゃったとこ。100歩譲って目撃なわけならさ、まだいいじゃんか。その時にルイマちゃんそれ見て声が出ちゃったの。アンビリバボー。